輪廊傾向と輪廊のメカニズムの違い輪廊とは、かつては腐敗した生物などから生じた王林が空気中で酸化する際の青白い光を刺した。現在では物質が光を発する現象、またはその発する光の全般を指す。傾向も同じ発光現象であるが、傾向は冷気一重孔状態から規定一重孔状態への許容繊維の際に起こるのに対し、輪廊は 定気三重項状態から規定一重工状態への近星繊維の際に起こる。そのため、傾向に比べると輪光は一般的に寿命が長くなる。両者の違いについては傾向に詳しい。ルミネセンスにおいて冷気光が消失した後も長く発光することから、窒光性とも呼ばれ、蓄光塗料として利用される。有機エル素子では量子物理化学より、 電化再結合により一重高齢騎士と三重高齢騎士が統計的に25、75の比で生成することが知られている。一重高齢騎士は三重高齢騎士への交換交差も起こすため、エルリン鉱材料を UKL に用いた場合には内部量収率を理論上100%にすることが可能であり注目を集めている。ありがとうございます。